受験シーズンに合わせ、JR 気仙沼駅で鉄道にちなんだ合格祈願グッズの配布が始まっています。気仙沼駅で昨日から配布が始まったのは、その名も滑らない砂。列車が坂を登る際に使われる滑り止め用の砂です。JR 東日本盛岡支社が受験生を応援しようと毎年この時期に無料で配っていて、地元の北野神社で祈祷を受けた1000袋が用意されました。孫が大学受験なので来ました。前にも2人来ていただいていたおかげで国立に合格しましたので、またいただきました。大船渡線で走っている機動車の滑り止めに使用させていただいている砂でございます。ここで一番でですね、踏ん張れる滑り止めの砂ということでお持ち帰りいただきまして、ご利益ということでですね、ご活用いただければ幸いです。砂の配布は受験シーズンの3月中旬まで行われます。